はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヤラファンタジア、僕たちはしっかりしないとね。夜も遅い、気をつけていかないとね。ケネアファンタジア始めていきたいと思います。おっと、新しいイベントがあるんで、その分実行がかかっているようですが、あ、始まりましたね。チケットをもらいました。おっと、これからたくさん特訓して強くなる。これなら生きる気がする。新しいイベントですか。イベントというか召喚ですか。私は矢崎子。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さあ、新しいガチャが加わりました。専用ガチャ追加作品セクション召喚、あと武器、じゃあ武器買っていた武器じゃなくって新しいキャラクターみたいですね。出現一覧見てみよう。なるほど。ハルカナレシーブ。そうですね。この夏のアニメのハルカナレシーブですね。チケットがあります。一回引いてみましょう。さあ、頼むよ。おっと、桜の宮。ブレンドSの。さあ、トレーニング組戻ってきます。でプレゼントを確実にもらっていく。キララポイントか。ではですね、新しいイベントがあるようですので、そちらを始めていきましょう。で、たまりましたら行いたいと思います。おっと、夏の一枠もいよいよ終わりが近い。一応これを終わらせる。あれ？あ、一応ストーリーは見とかなきゃいけなかったな。お、ハルカレシーブが、キャラクターがいる。なるほど、続きものだったんですね。これが知れてよかった。ということで、謎の島、無人島ですかね。お、なんかバレエなのか、なんか鋭い金属音が聞こえてきたが、
超次元ビーチバレーなのかこれは。ビーチバレーがひらがなになってる。トヨの魔女。あ、意味深。なかなかうまいこといかないです。なんか意味深な場所に当たってますね。顔面ブロック。石崎くんかよ、キャプツバーの。原作の絵をベースにしてるだけあって、アニメとはやっぱり絵が全然違いますね。まあアニメのキャラデザをそのままっていうわけにはいかなかったのかなとは思いますが、恋人ですね。ああ、あらー、ですね。さあ、ここからシナリオです。敵のタイプは、もういきなり戦うのか。赤ですから、炎のタイプを上げないといけません。あ、ここにハルカーレシーブが加わってますね。赤は一つ足りないのか。カオス先生に助けてもらおう。と思ったけど、カオス先生だったら相性悪いんだよな。じゃあこの辺かな？大空はるかを使います。異世界、そうか、これ異世界ものだったんだ。練習してますね。剣と魔法のファンタジー世界に転生したんだ。何をもって大丈夫っていうのか。キララ戦うのかっていうわけないよな。さあ、まあこれは簡単に倒せるでしょう。なんで何をする必要はない。倍速にしてます。使っちゃおう。特大ダメージあんまり意味ないけど、あんまりダメージ与えられてないよな。勝ちましたが、なんか木の実みたいなのを手に入れたよ。おっと、立ち去りましたね。危なかったみたい。おや？
さすがに。お、どうしたんだろう。さらに試練の島へ。青なので今度は土で行かないといけないですね。土は3人しかおらんのか。まあ幸いなことに、トーマスさんを使いましょう。そうか、星4だからあんまり強くないんだよな。お、前のストーリーじゃないのこれ。でもゲームのキャラクターに採用されてたら、そうそう収録があるんで、継続的に収入がありま、あるんじゃないかなと思いますね。お、後ろに？っていうことがあったのさ、ということで。島に行かないといけない。無人島？宝が手に入るのか。かなたいいな。やっぱりかなたが好みですね。沖縄にあるんですよね、こういう島が。さてと、まだ倒せそう、一発で。どうしようかな、まあ。全体、まあこうなりますよね。OK です。なんかバレーボールを手に入れている。さあ、これで300いったのかな？まだか。さあ、行ってみましょう、さらに。今度は赤なので、青です。青はちょっと弱いんですよね。うちの2人しか、星4以上がいない。
さあ、これでいってみましょう。レベルも上げていきたいですからね。どうしようかな。フィルターで青だけを、青じゃない、水だけを絞って、スロースタートの一ノ瀬っていうのがいますね。結構ダメージ与えてるやん。おっと、倒せなかった。珍しい。やっぱり全体攻撃使えるキャラの方がいいですね。さらに姉妹さん到着したようですが、一応一つずつ推すべき。そうでいったもので力をつけて二人でさらにペアですね。なんかバラバラになりそう、チームの連携も。山のすすめ夏アニメやってたんですが、そういう流れになってきてるんですよね。さあ、これで300いったんじゃないの？と、クエスト3回クリアするってミッションを達成しました。これでですね、300いたんで、ガチャを、10連ガチャを引くことができます。召喚行きましょう。というわけで、ガチャで、召喚です。こっちはわからんので、普通にこっちで行きましょう。ハルカナ召喚。さあ、頼みますよ。たねー。10連やっても2。1回あたり 2% しか出ないですからね。おっと、か言ってると、あっと、星4か。でも星4はあった方がいいですよね。さあ、またなんか来るよ。おっと、しかし、これはもう星4はゲットしてるんだよね。あんまり新鮮味がない。これもゲットしてる。またなんか来たよ。おっと、来た。ヒカハカナタ。ハルカナカナ来ましたね、ついに。さあ、カナタは身長もなお、そうか、2体しかないんだ。まあ、この辺りですよね。限界突破しましょう。関アメの限界を突破。テンション上がってきた。
そう、まあ星5がないとあんまり意味ないんですよね。引き続きまだあのスタミナあるんでクエストを続きをやりましょう。おっとバトルのない説だった。どうしたんだろう。はるかだった。あ、近い。なるほど。あっちゃー、我慢できなかった。偽はるか。あ、危なかった。またバトルないです。これもはるかもあれですよね、言うまでもなくかなたが登場、つまり記憶を見てるんですよね。そうなの？なるほど。だったらさ、お、かわいい。かわいい。おい、おや？逃げ出した。カータ行方不明。はるかの強引さがなんか見えましたよね。引っ張っていくところがね。まだバトルない説が続く。てかこれどうするんだ、どうすんの。何よ。つまりは？バカじゃないの？呆れた。うわー大変だ、どっちが本物かわかんないや。ビーチバレー。多分そうね。なんで？ああ、なるほど。おや？いるかな？お？あ！これはやばいかも。不穏な空気。
あ、そうか、この二人姉妹なんだな。さあ、ようやくバトルが待ってます。これは炎タイプですね。行ってみましょう。これ星5だよな。さあ、この辺からだんだんと敵が強くなってくるはず。チャンス OK です。すごいな、このクリティカル度。さあ、みんな単体なんだな。じゃあこれでいってみよう。さあ、はるか登場。おー、鋭い。さあ、チャンス使っちゃおう。キララジャンプ。すごいダメージ量。関あやめは使えますね。もうちょっとですね。さあ、偽物かもね。パスか。ところで、ね、だよね。なるほど。どうしたんだろう。猿が試練なんでしょうかね。おや、ここでビーチバレーの技術が。いいですね。エロい。よっしゃ。マジ？マジ？っていう感じですね。おっと、また様子がおかしい。これでこの面もクリアですね。
消費が大きいな。でもこれをクリアすれば、ですからね、おっと初めてのサブメンバーが、どうしようかな。し、この子で、この子で行ってみよう。さあ行ってみましょう。2体か。おっと、すごい、9万って。おや？均等に汗をすべき。おっと、動かない。なるほど。お、動いた。ユーザーランクは30になりましたね。ついにユーザーランク30達成です。トレードショップへ。
ミックガールズを超進化っていうのがあるみたいです。僧侶のゴールドスタチューかな。まあ、クエスト進めていきましょう。今度は青ですね。青か。おっと、そうだ、カナタが加わったんだ、これに。頼りになりますよね。硬いですね。お、一体倒れた。行ってみましょう。あー、この人だけか。なやまた。すごい。倒しましたね。ただですね、カナタが犠牲になってしまいました。どこまで進んだのかな。何それ、入り口か、人工に見えた。いいね、最後の試練、本当に最後かな。ストーリーが、おや、どうしたんだろう。マジ？アクシ、事件が発生。呆れた。何回も続けて崩れそう？怖がってます。あのさ、
おっと、あらお、はるかなコンビですが、ちっちゃいからね。え？大丈夫、きっとうまくいくよ。お、何があるんだ？一人はちょっと危険だよ。偽物？いや、はるかも落っこちたのか。いや、真っ二つって、いや、最初から真っ二つだし。そんな。ですよね。ありがとう。うそ。うん。お近い。あらさ、さらにその前に。サンリオクエストで、ま、これもまた青な水色なんですよね。ただこのまま行くと、なんで黒いシャベル、なんだろう。準備万端。ダメですよ。フラグか。さあ、魔物やってきた。そんなにダメージ与えられないのか。さあ、チャンス。わーっと倒れた。さあ、トール登場。もちろん、とっておこれを使います。すごいな、もう虹はかかった。あ、一体攻撃なのか。
お、と集団攻撃、これはいい、使いやすい。おっと、彼方の仲良し度がアップしました。おっと近い、また近い。お、外に這い上がった、上に這い上がった。あー小さいから這い上がれない、這い上がれない。上に上がったよ。さあ出発。どうしたんだろうこの広いとこ。お、不穏な空気が。さあカータのシナリオが見れます。見ましょう。156ぐらいかな。おっと、大丈夫です。俺がついてる。そっか、そういえば、はい、あのねおお、そういうメリットもあるんですよね。すく水、これで、石を10個手に入れました。さあとか言ってるうちに最後の主演がやってきた。すごくいいね。またお願いするかも。合計30個ですね。さあこれが本当に最後の試練になるのか。赤のタイプか、赤つまり炎ですね。行ってみましょう。ビーチバレーのことがあるんだ。マジ？かなりの強敵かもしれない。ただこれクリアしてからが多分収集クエストで本番なんですよね。偽物だ。己に勝てということですか。お、光ってる。オーラが出てる。
さあ最終決戦になるかな。さあ来た。なんか敵が全然強化されてる。あ、これボスだったんだ。それなら最初から使ったよ、使っておけばよかったか。おっと、ユキの仲良し度もアップした。学校暮らしのユキですね。しゃべる。これで星が50個か。いい勢いですね。いつも会社に泊まってる。まあ続きあんのかな。そうですね。倒したかな。やったね。もうそんな。いずれを勝ちましたね。見えたし、見えたしかな。なんだろう。プレゼント？ペンダント？何かメリットあるんだろうか。飛行石。あ。あー、あらー。できちゃってる。あ、追っかけてる。この後めちゃくちゃ。
まだあるみたいですね。チャンス。これで終わりかな？ですよね。ダメダメ。そんな。もう。くーい。これで、シナリオクエストすべてクリアしまして、収集クエストが出てまいりました。さらに超強敵クエストっていうのもあるみたいです。ただ、超強敵クエストだったら対応できるのかな？まずシナリオクエスト。一回だけ行きましょう。で、いつも通り。この辺かな。シマリン。カホ行ってみましょう。水着カホ。どんどん行きましょう。さーて、カホを使ってみるかな。すごい。あ、これ倒せるわ。キララ連携を使う必要はなかった。よし、今日もか。これが収集クエストですね。さらに超強敵極めクエストがあるっていう感じでしょうか。さて、アイテムはここら辺はまだないってことですよね。ちなみにカオス先カオス先生の武器って何だったっけ。限界突破はできないんだよな、まだ。この僧侶の、僧侶ですか。僧侶の僧侶のスタチューを。せっかくなんだし楽しまなきゃね。
ちは今だけ。おっと、これだと足りないんだ。30いるんですよね。ただシルバースタチューだと1個交換できる。そしてこれ、クエストキーも手に入る。こっちは僧侶の合流スタチューを交換できる。さあこれでカオス先生どうなるかな。あ、でもまだ2つ足りないのか。これは必ずタッチしておきたいですよね。せっかくなんだし楽しまなきゃね。これからもよろしく。武器も揃えたい。今日もライネさんの勇士、何を鍛えるんだ。おお、10まで上がった。これもアルケミストか。救急車を通儀。これがないとかな。あ、でも星さんだ。グレートクリスタル、魔法使いの人。武器も作成もできるのかな。戦士はない。ナイトは？ナイトはレプリシールド前。僧侶は？僧侶はグレートロッド、中級者は杖を使いますね。南の杖っていうのもあるんだけど、格なのにグレードソードを使わない。グレードロッド使わない。意味はない。おっと、これどうなるんだろう。それとは別か。お、武器を5回強化するとモドはもらえる。お、南国の木の実が1基150。当然のごとく。トレードショップへ。てか、南国の木の実やったら、そうですね、木の実で交換できるんですよね。3つ足りなかったっけ？
で、シルバーも。交渉成立。ブロンズかな？交渉成立。ちなみにカオ先生は？これで両方満たしましたね。土の大進化種を、土を超進化種かを得に、得なければなりません。しかし土を超進化種は40いるんだ。特大進化種で交渉成立。玉手箱を使い切っちゃわないといけないですね、きっと。素材だったっけ。交渉成立。これでカオ先生のパワーアップができるんだったっけな。そうですね、限界突破できます。いいネームができそうです。当然のごとく在庫がないのか。交渉成立。だからカオ先生パワーアップはできないってことですね。というわけで、カナタも結構パワーアップをすることはできました。なので、これからですね、どんどん青も水も属性を3人星音が揃いましたので、少し弱点が補強されたのではないかと思います。はい、本日ここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。高評価ですね、コメント、またチャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。最後の20秒で関連動画プレイリスト流れます。
表示されます。お時間がありましたら見に行っていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。